ファイナンシャルプランナーの駒崎です。本日のテーマはこちらになります。個人の車を法人名義に、自動車保険の等級は継承されるの、という内容ですね。この辺結構ですね、ご質問も多い部分となりますので、ケーススタディを使ってですね、本日は解説をしていきたいと思います。でまず大前提からご説明していきます。まずですね、個人事業主から法人への変更に伴いですね、事業で使用している車の保険を等級継承するにはという部分ですね。これは個人と法人のですね、この事業の同一性があるかで判断をしていきます。ポイントとしては2点ありまして、まず1点目がですね、個人事業主の事業内容と法人の事業内容の全部または一部が同一であることということですね。そして個人事業主から法人への変更の場合はですね、変更後の法人が新たに設立された法人であることという点ですね。つまりですね、ポイントとして事業で使用している車の保険であるということですので、個人事業主、個人で契約していた保険というのはですね、業務使用をしているというのがですね、まず大前提になってくるのかなと思います。ではですね、個人事業主 A のですね、妻 B が記名被保険者として契約している車を新法人に継承することはできるのかというところですね。これケーススタディ、まず1つ目として見ていきます。個人事業主 A の妻の B がですね、契約している保険ですね、新法人に継承するか、これは継承することができません。理由としてはですね、この個人事業主は、その事業のですね、従業員や家族は含まれませんので、記名被保険者がですね、個人事業主以外の場合はですね、プライベートの使用であると考えられるというところですね。ここがですね、継承できないというポイントになっていきます。では次のケースを見ていきます。個人事業主 A がですね、プライベート車として契約している車を新法人に継承するということですね。こちらについてはバスという結果になります。このケース多いのかなと思うんですけども、理由としてはですね、記名被保険者がですね、個人事業主である場合でもですね、その使用実態がプライベート仕様であるということですね。ですのでこれは継承はできませんということになります。続きまして、個人事業主 A がですね、法人設立後に購入した車を個人 A として自動車保険を契約したということですね。その後新法人に継承するということですね。会社を作りましたと、ただその後に買った車は個人として自動車保険に加入したというケースですね。その後に新法人にこちらは継承できるかというポイントなんですけども、こちらは継承できませんということですね。はい、法人設立後にですね、新規に購入された車を記名被保険者個人として自動車保険を契約された場合はですね、これプライベート車であると考えられます。これはですね、本ケースでは継承ができないということになってきます。では次のケースですね。個人事業主 A がですね、法人を設立したが、 A はその法人の代表者にはならなかった。その法人に A の業務使用の自動車保険契約を継承するということですね。はい、こちらは丸になります。ポイントとしてですね、まず個人事業主から法人の継承に関してですね、事業主が新法人の代表者になることは要件には含まれていません。はい、ということですね。で、事業がですね、新設法人に引き継がれていればですね、個人事業主が新設法人の代表者とならなくても継承は可能というふうになります。はい、では次のケースですね。個人事業主 A の息子 B がですね、 A の事業を引き継ぎ法人 C を新設したがですね、 A はその法人の代表者にはならず引退したと。このその法人にですね、 A の業務使用の自動車保険契約を継承するということですね。はい、このケースは×になりますね。はい、個人事業主であったのは A ということですね。まず A が新設法人に何らかの形で参与していなければなりませんというのがまずポイントになります。本ケースではですね、 A は引退しているため割引割増の継承はできませんというポイントになります。これをまとめていきますとですね、本来ですね、個人事業主と法人は別人格のためですね、継承できないということがまず大前提であります。しかしながらですね、個人事業主が事業を拡大して法人化するケースなど、このケースですね、ほとんどこのケースのように契約の車の使用実態、個人事業主の時にはですね、個人の契約だけど業務使用で契約していたと。で、そのためですね、そのまんま法人に変わってですね、はい、そうするとリスクに継続性、同一性が認められるということになります。はい、このようなですね、実態に合った両立を適用するという観点でですね、個人事業主から法人への継承ができるというふうになっていきます。
なおですね、リスク実態が同一であると認められる場合にですね、割引の継承ができますので、あくまでもプライベートに使用される車は継承ができないというのがポイントになってきますので、まとめるとやはりですね、プライベートで使うのが実態であればですね、継承は難しいというふうになってきます。本日はここまでとなります。ありがとうございました。